全員完結。映画ル・ロケンポスタービジュアル解禁。主題歌はワンオクが続投。俳優の佐藤健が主演を務める大人気シリーズ映画るろうに剣心最終章ザ・フィナール THE ビギニング、7月3日8月7日公開のポスタービジュアルが解禁された。さらに主題歌はこれまでの全シリーズで担当しているロックバンド OMEOK-ROCK が書き下ろした楽曲に決まったことが分かった。本作では志、有真実との死闘の後、神谷道場で平和に過ごした剣心たちに突如として攻撃が開始され、明かされなかった剣心の過去と消えることのない十字章への謎につながる。原作では最後のエピソードとなる人中編をベースとした縁、神殿神剣、優とのクライマックスが描かれる THE フィナール、剣心が過去を彫る、追憶編がベースとなるザ・ビギニングの2部作で引っ差し敷かれる。追加キャストも発表され、前作、るろうに剣心京都大化編、同9月公開のるろうに剣心伝説の最後編に登場した、京都御水五庭番衆のおつむ、四の森青氏に、伊勢谷友介、牧町美沙夫に土屋ふとおとりの続投が決まった。また、志雄須の配下、十本刀の一人である、沢芸場張を演じる、三浦良介も引き続き出演する。新キャストでは、縁が率いる上海マフィアの副官、クレクロボシ、ウーヘイシンを、後藤拓馬、剣心の過去に影響を残す、旧幕府直属の隠密組織、闇の部のリーダー、辰巳を、北村はじめ明が演じるほか、鶴見慎吾と、中原武雄も出演する。ポスタービジュアルは、全員、完結。というコピーが書かれ、剣心のほか全てのキャラクターたち全員の物語が完結することを伝えている。剣心のほか神谷薫、武井咲、相良佐之助、青木崇高、高荷恵、青井優、斎藤はじめ、江口洋介だけでなく、雪代、巴、有村架純や縁たち主要キャストが集結している。